レモンジェリーはイギリスのバンド。幼馴染同士であるフレッド・ディーキンとニック・フラングリンによって結成されたデュオ。フレッド・ディーキンは自身のクラブを経営し DJ としても活躍する一方、デザイン事務所エアサイドでグラフィックデザイナーとしても活躍している。一方、フレッドの幼馴染であったニック・フラングリンは庭園の設計士として活躍する傍ら、 スタジオプログラマーとしても活動し、ビョークやプライマルスクリーム、スパイスガールズなどの作品を手掛けている。二人が偶然クラブで再会して意気投合したことがきっかけとなり、1998年にレモンジェリーを結成。結成当時二人とも30歳を過ぎており、商業的なヒットやポップスターとしての名声などを求めない趣味のユニットとして指導した。 1998年から2000年にかけて3枚の EP を枚数限定でリリースしていたが、それらの音源をまとめたミニアルバム、レモンジェリー、キーがリリースされたことで注目を集め、デビューアルバム、ロストホライズンのリリースにつながった。このアルバムは数々の音楽誌などで高い評価を得た。また同アルバムからシングルカットされたスペースウォークとナイスウェザーフォーダックスが、 マーキュリー賞とブリッドアワードにノミネートされた。ありがとうございます。